お疲れちゃんです。ラットスマーケ作22日目やっていきたいと思います。ということでやっていくんですけど、前回が5337まではい行ってますね。でデッキはこのまあメガレンド枯渇も見慣れたかと思うんですけども、まあこちらでやっていきます。でまあコウモリタルぐらいがね、まあもう次回動画撮れればね、今回生き延びれればレベル上げれるかなって感じで、目標も何にもないのでとりあえずやっていきます。はい、まあ、じゃあこの辺のリーグ上がっても何ももらえなかったんでマジで目標はないんですけど、まあ最多できるだけね伸ばしつつってことです。さあ現在53、あれじゃタワーレベル10ですね、よろしく。でもう最近気づいたのはマジでチンパン隊に、もう魔境ですね。洞窟、はい、闇の洞窟にもう迷い込んじまったんで、うわ初めてレベル14来ましたね。相手が強いです。喋れないです。えぐえぐユニレベル高っ。いやガチでえぐいけど、相手が端前からこれインドのさタワーに直行ルートあるな、マジで。エレキが来なければ、おいしょ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 、インドラタワー直行です。あーでかー、ちょ待って、やばいやばいガチユニレベルバグやんね。いやこのスケがねワンパンで倒せるのはマジででかい。もう一個上だとねタワー2発なんでね、その後ちょっともうスケじゃねえんだよねマジでゴブリンの群れ。うん、いやーマジでユニレベル一丁前野郎来たっすね。ここまでユニレベル高いのは初めてっすね。14が初めてっすね。よしよし。いやこれさ、これほっとくだけでやばいんじゃないっていうね。マザネクのブーちゃんとガゴ、いやー初めてレベル14に遭遇ですね。ただ一回もね当たったことなかった気がすんな14は。これでももうちょっと待ったらウィザードぐらい出てくれそうだけどな。はい出てきた。いやーこれねメガナイトじゃなかったら終わりですよねこんな。よし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 。まあ、メガナイト最強なんでね。ぶっちゃけ。壊れてるレベルなんで。で、バルキリースケブでしょ？さあ、バルキリー咲いた。で、スケルトン舞台。あ、ウッドも持ってんのかーいっていう。よいしょー。オッケーオッケー。いや、これ、一本取れてなかったらさすがにやばかったっすね。うん、まあ、序盤のやっぱこの、カウンター。まあ、カウンターでもないんだけど、相手がなんかユニット押さえてきたのに、ボコボコワンパンで1個取れるとでかいよねっていう。さあしっかり蓋してあげて、いやープリンスとかも持ってんだね。いやーマジで、まあ、いつかはこのなんて言うんだやばいデッキゾーンに多分ワンパンされるんで、そのいつまで延命できるかっつってね、ちょっとできるだけでいきたいな。で今日ね5500いけたら熱いけど、マジで負けなかったらね。って考えたら6000も夢じゃなくなってくるよね。本気で。いやでもこの辺からユニレベ結構同じだからな。もう一個上の層に行きたいですね、僕は。うん、ユニレベが。全体的にもう一個ずつ全部ユニレベ上げれると、さあ、熱い。いや、これ何ももらえれんのガチで渋いな。なんか欲しいな。ね。ちょっと宝箱いっぱいなんで、これちょっと開けようか。うわ、2個か。もうこれ1個だけでいいや。さあ開けて。いやー、これは使う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 。さあ、レアトーク。まあ、近いんで、さすがに宝石かな。受け取りながらの、まあ、こんぐらいですかね。まあ、何も変わらず。よし。いやー、こう勝てば5-4いかないぐらいか。いやー、これ、でも、多分、タワーレベル10としか当たんないっすね。なんか知らんけど。うん。1個これ開けると多分14が解放されるんじゃない？タワーレベル10に行くと14と当たるよっていう。けど9だと、タワーレベル9のままだとね、10までしか当たんないよ。説があります。なんか当たんないもんね。たまたまかもしんないけど。えぐい。いや、ファイブあってよかった、これ。いや、でもババがファイブワンパンじゃねえんだな。意味わからんことに。メガがないとあれば今よかったんだけど、なかったかんね。いや、普通に13ババでしょ。いや、俺これバルーンとか来たら終わるな。鬼許容コウモリとかになっちゃう。踏むか、おとなしく。うん。墓石で受けたかったけどね。いや、先メガナイト咲いたときちょっと危ないんだよな。
これ一旦落ち着いてもいいかもね。ガチで怖い、普通に怖い。使うか。さすがに13のラムがタワー9に突進したらえぐいやろっていう話だよね。いや、なんかサイクルが、この変なサイクルやだな。ここのネクロにメガナイト合わせたいんだけどね。まあこれはさすがにタルファイボ。そして12のタルも通眼ね。おい、やな、見つかった。飛ばしたいな。これどこまでいけんだろうな。なんかでも負ける気は意外としないよね。なんかさ、相手レベルもまあ高くなってきてね、ある程度上手いやつって言ったらなんかすげえ上から目線みたいになっちゃうんですけどお上手なね、あの方たちと当たるじゃないですか。これのがもっとバカにしてんなね。まあある程度できる人だったら当たるじゃないですか。けどなんか負けるかって言われると負けないよね。いや、早落ちて打っちゃうか。いや、うまっ、美味しすぎるやろ今の。さあ、でこのデッキの強みは低コストで回るので、一生低コスト回しプランの、いやー、鬼の一発も入らない読み。いやー、入るんだね。よし、まあ勝ってばいいので、まあラムとか美味しいな、メガナイトあるんで。うん、バルーンっすね、勝ち。ホグバルーンあたりがちょっと嫌だよねっていう。さあ、でババとかもぶっちゃけマジで美味しいな。もうここだけ踏んであげればいいからね。あと全部空に託して、よし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 。もう一緒かな、多分次で54か。これで多分ギリ届かないので。いや、なんかセール降ってこねえかな。たまたま3月でしょ、ホワイトデーだ。もうすぐホワイトデーまで生き延びれるかな。いや、ホワイトデー過ぎたわ。嘘だ、何言ってんだ。もう20何日だもんね今。余裕で3月終わってますわ。で終わります。やべえ、ヤマトだ。ヤマトは強え。さあ、よろしく。もうふざけられない、あのトロタイ来ちゃったっすからね僕。そう、いや、まあいいんだ、出すか。普通はボス着だけでもいいんだけどね。ちょっとだけ過剰に、あー、コウモリか。あー、これうまいっすわ絶対。ユニレバー低い。本当か。これはここで許容して一発は許す、二発も許す、三発は許さん。よし、いや、危ない危ない。いや、だからバルーン怖いんすよねこれ本当に。で、コウモリハゲ散らかせ、いけいけいけ、もっとハゲろ、もっと、11、いけいけ、お前ならいける、オッケー。おい、いや、バルーンガチでやべえ。今の、あれね、墓石5で守るプランと、まあなんかいろいろこうあったと思うんですけど、なんかむずかったよね。まあ最悪ダメージ受けても、その許容のカウンターで、今みたいにできれば悪くはないんですけど、あれがうまいことハマらなかった時に終わるってやつですよね。さあ、わあ、14見るようになってきたっすね。見たくないのに、見たくない14族がね来るようになってきちゃったっすね。これさ、どっちを守る。さすがにこの800は守れるか。いや、待って、守れない。いや、残ってくれたら熱い。オッケー、ちょっとでも残るだけで世界がある。あー、しかもインドラ8スケブ？あー、横コウモリか。いや、うまいね。いや、でもメガネ飛ぶ。よしよしよし。なんか、俺らが格上になってんだな。ちょっとなんか、気に食わんな。一緒なんて言って、ぶっちゃけ。いや、俺、これ、守ります。うざいんでね。やっぱ、クララって、こういうね、いやらしさというか、ちょっとうざさ大事。え、前そこ粘んなや、っていう。確実にね。ザップ持ってるな。オーケー。よし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 、さすがにね。いやー、スケブ邪魔だな。よーし、いやー、順調すぎるな。なんか怖くなってきたな。
5400。おお、6000、これいけるな。早いか、6000いければ早いかな。いや、なんかめっちゃ豪華なの欲しいな。まあトークンはね、ありがてえ。さあ、まあコウモリはもうトークン今出してるやつでもう乾燥するので、乾燥はせんけど上がるので、まあ好きかな、好きなレベル上げながら。よし、こっちサバカで交換すれば、今日生き延びればいいレベル上がります。今日生き延びればね、今日だけ生き延びたい。よし、さあ5400体だ。うわー、やばい、クロスだったらガチしらけるというか、やばい、笑えん。このデッキ多分クロス渋いっすよね。一発、あー、でかい。まあクロスかホグか二択。いや、宝石で決めようか。テスラやだなー。うわー、これ何これ、みんな上手くなったわ急に。なんかみんな上手くない、何この先置き、ケツコウモリ、テスラ、ケツコウモリ。建築士、あなた。建築士一級持ってんな。それはもう稼ぎがいいことで。うわぁ、面倒、うざ、なんか。何これ。一生建築されてんだけど。あ、飛ばないの、メガネと。あんた。飛びたいかったんじゃないの、それ。いや、これスケ頑張れ、スケ、ミニット遅い。残る。ウッド使えるよ。ウッド使えるぞ、相手。ファイブか？いや、飛べ。そこだけでも蹴散らせ。うわぁ。そこだけでも蹴散らしてよ。これね、奥にすると多分空振るんすよね。俺の姿が正しければ。いや、空振れよ。いや、ちょっとうまいね。クロスと 2.6 が一番当たりたくないですね。やっぱ高回転ウッドっていうので、まあ、僕の攻めが通らない、かつ相手は高回転のファイブ削りがあるんで、まあ、唯一の負け筋ですよね。あー、なんてポイズンやねんっていう。ややん、ポイズンは。まあ、ロッキー、インフェン持ってるからな。変にメガナイトで攻めてもっていう。結構いいファイブやない。よし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 、しかもタルババあるな、俺。美味しいな、タル。で、このコウモリがめっちゃいい味出すわね。あ、勝った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 、余裕や、こんなん余裕や。毒が負けそうやねな、嘘つくない俺。おいおい、さあ建築野郎撃破ですね。焼き鳥みたいだな、このなんかね、ミニペとインフェとテスラとねちっこいっすね、ちょっと。よいしょ。褒め言葉っすよ。いい意味のね。よいしょ。おい。あ、熱い熱い熱い。いや、コウモリ無双だ。やりゴブになってんのが逆に美味しいみたいな。これ、エリスピとかだとね、まだすごい怖いんですけど。よーし。いや、でも、全然いい。全然いい。タルババも地味にいいね。まあ、削り要素としてはちょっと弱いんですけど、まあ、クロスの受けであったりとか、まあ、陸受けとしてはやっぱ優秀だね。レベル高いしね。よし。いや、ガチでやばい。5500見えてきたな。おい、5500ぶっちゃけ来れるとは思ってなかったっすよね、ほんとに。さあ、これも熱い。割れたの7枚。7枚？うわ、俺これ、あと1枚足りんのんか。あと1枚。まあ、ちょっと5500ね。ふぅ、いや、いけるよ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 。さあ、集中。ほんとにな、公式大会ぐらい集中してる。ユニベ14も来るんだね。気が抜けないっすね。おー、いや、いい。カードサイクルがいいっすね。このインドラから入れるのが熱いね。インドメガナイトで入れれば、最悪バルーンここで来ても許容してカウンターできるんで。えぐい。引くレベルのえぐさ。これ、タル使っちゃおう。で、ユニレットできるだけ残して、エレキ使ったね、あんた。エレキ使ったらもうインドラ止まんねえよ。さあ、ウッドがなければ神。おい、いやー、コストっすね。メガネとも飛ぶし、インドラもブッストするし、エレキもない。ワンパーン！いや、これ強ー。なんかズルしてる俺。してないよね。これ。多分これメガナイトインドやばいっすね。今みたいな。ケツインドからの、
やっぱみんなある程度っていうか普通にあの来るじゃないですか、ケツユニットから端前エリバは今みたいな、レイジとかバルーンとか。だからある程度もしかしたらダメージ受けるかもしんないんですけど、もうカウンターでワンパン蹴散らせますね。いやー多分今話題になってるっすよ。なんかターレビ級でトロ5000付近なんかバカうめやついるんだけど言うて、ちょっと芝居てくんねーって、うん俺エリバ14で行ってくるわとか言うて、で今来たっすね、送られてきたやつがこいつ。でも君も同じ、しばかれていく。よいしょ。でエレキいたな、エレキいたらな、コウモリ、エレキいなくなってからコウモリインド追加したいですねさあもうちょっとキング降りたい。いやこれぐらいのコウモリ追加は多分激アチめ。諦めたかさすがに、諦めんのかーい。うん、しかもメガナイトに踏まれないいいエレキキャラだ。よしよし、なんか思ったより余裕だな思ったより余裕だなって言ってるやつ大体負けるよね、いつも乗るやん言うて。エリババジュニオメガナイトがねしばかれちゃうからね。メガナイト VS エリババってこっちが踏めればいいんですけど、相手陣地でねエリババ受けられたりとかだと普通にエリババの方が強いんでね、メガナイトより余裕で溶かされちゃうんだね。一応気ぃつけないといけないっていう。さあもうただただ守ります。今までだともうキングぶっぱしてたんですけど、もう負けたくないんでね、何があっても粘るよプランからのゴリラ。オーケーバモスナイス。これ一体いつまでいけんだろうな。ちょっとみんな的に予想はどうですか。もう多分3000とかで負けるとかね、予想してた方もいると思うんですよ。僕も全然あると思ってました。初手600でだって倒られてましたからね。そうなんですけど、ここまで来ちゃうと逆に6000いけちゃうよねっていうさ、タルベも10しか来ないんでね。いやーでかすぎ。これだからユニレベ上げてタルベ上げた時はガチで怖いっすよね。化け物しか当たんなくなっちゃう。あーやばい。2.6 億かな。いや墓石がほぐ一発。あー待ってこれやば、過去一来た。まあネクロいないならな、コウモリつけて。いやバレル行きたいけど一旦ステイかな。うわ、つい。ホグ、これ、えぐいっすね、これ。マジで。やめる。やめろ。オッケー。ちょっと一回止めます。ホグ12、ウッド持ってんの誰いない？ウッド持ちガチでやばい。うん、でも、まあまあ、これぐらいなら耐えれそう。ホグネクロね。いやーゴースト強えな。結局メガナイトインドっすね。ケツネクロ渋いな。これ逆サイコウモリだったな。溜まっちゃうかなインドが。一回守りで。いやこのコウモリやばい。いやこれいいファイブ。スケマ挟んで延命する。いやこれやばいわ。ちょ時間欲しい。ネクロ咲かねえ。勝ちに行きます、攻めていきます。
守るだけはね、終わりです。うわーとか言ってやべあ、おい、やばい、ガチでやばい。これか、これをやっていかなきゃいけません、これから。いや本当に怖いな。なんかさ、今まで守ってバレル投げてて勝てるだったんですけど、もう自分からメガナイトを展開しなきゃいけない。エグイスで5500到達です。ね、うわ、カンス3枚か、カウントちょっと増えてきたな。ね。さあ、5500だ。いや、5500はえぐいわ、俺。すごいわ。さあ、ということでね。5-5いったんで、今日はここまでにします。いや、でも本当になんか、マジで守るだけじゃ勝てないですね。自分から仕掛けないといけないの、ちょっとやばいですね。バレル2周目だったりね。積極的にメガナイトで攻めるとか。いや、怖いんですよね、カウンターが。いやー、でもよくやった、よくやった。よし。ちょっとまた明日もね、お楽しみください。よければチャンネル登録もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。